皆さんこんにちは。アツコストロンゲストです。今回ご紹介する本はこちらです。頭の良い子が育つ家。しじまやすしさん、渡辺明子さんです。 でですね、まあ、一般的なイメージとしてですねじゃあどういう家だったらいいのかというのがですね、まあ、私はあまり分からなかったんですけれども、まあ、ちょっと立派な子供部屋があって独立してこう集中できるようなスペースがあると勝手に私は思い込んでいたんですね。ところが違うんですね。であの全然です、ね、こう立派な子供部屋はなくてよくて。 でまあ、例えばですねあの皆さんですねお父さんお母さん、まあ、他の兄弟がだんんでいる、まあ、茶ぶ台で、まあ、そこの片隅であの勉強するとかですねあと自分が気に入ったところにですね、まあ、本当に机ではないんですけれども段、まあ、ボール箱でも持ってってその上に、まあ、ノート本を並べて勉強するこのような形がですね意外と良かったりするんですね。 でこの本ではですね、まあ、中学受験にあの、まああのまあ、成功した例がまあいくつか載っているんですけれども、まあ、私のちょっとイメージを覆したかなと思うんですね。 であとですね、まあ、風通しがいいとかですね、あとまあ人の気配ですかね、こうお父さんお母さんが何気なくその子のことを気にしている、このような環境がなんか良いようです。まあですね、あの実際ですね、まあ、あのこの,ですねあの作者の方があのいろんなお宅に伺ってですね、まあ、実証したことであって、まあ、あのかなりまああの確率は高いかなと思います。皆様にもぜひ読んでいただきたいと思います。 はい。今回もご覧いただきましてありがとうございました。またこのようにですね、なるほどなと思うような本がありましたら、こちらでご紹介しますので、次回以降もまたぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。